はい、大変オーソドックスなカラーマジックです。こちらにお湯ですね、ほとんど沸騰水と言ってもいいくらいですけど、紅茶のティーパックをつけて色を出します。紅茶の紅茶に含まれる色素がですね、酸性度が変わると色が変わるというね、オーソドックスな実験なんですけども、はい、このままでいいですよ。思ったよりあんまりいい色じゃないですね。この半分に分けておいて、同じような色ということになりますね。でこちら一方だけにレモン汁を注ぐと色がどう変わるかというだけの話です。はい、レモン汁を入れた方が見事に薄くなりました。はい、今絞った時に汁があちこち飛んでしまいました。こっち側にも入っちゃいましたけどね。薄くなったのがわかるかと思います。レモンをカットしてね、紅茶みたいにして入れるといいんでしょうけど、見えにくくなるので汁を絞ってみました。明らかにレモン汁が入った方が色素が、色が薄くなったということが分かります。